続いて、ラジオネーム、これは黒うさぎでいいんでしょうか、マリアさんでーす。はじめまして。坂口さんと杉田さんに質問です。なんだよ。よく中二は一番バカだと言いますよね。お二人は実際に中二の時自分でバカだったなぁと思うことありますか？あったらぜひ聞きたいです。あー、中学校2年生。中2だよ、中2。うん。14歳ぐらいだね。14。うん。なんだろうなぁ。僕から話しましょうか。うん。うん、多分これだな。中2ぐらいの時に、うん、僕埼玉県に住んでたんですけども、はいはい、まあ、今も住んでますけど、埼玉からその東京に遊びに初めて行ったことで、はいはい、で、どこに行ったかなと思うと、上野に遊びに行ったんですよ。おー。ええ、はいはい。で、バイクとかいっぱい売ってるじゃないですか。売ってるね。それを見たりしながら、僕は、その、軍物の、なんかこう、なんだろうな、その、流出したものとか。ミリタリー的な。というところで、ガンベルトみたいなのを買ってですね。中二、やっちゃったな、中二。軍隊の人がよくつけるじゃないですか。はいはい、つけますね。ちっちゃいカバンみたいなのがいっぱいついてる。はいはいはい。ね、プラスチックの硬いような、ようなやつの。ガンベルトを学ランの下に常につけてる。いつ学校で戦いが起きてもいいようにっていう。ああ。でも、ガンベルトの横についてるちっちゃいポケットの中には、なんかハサミとかノリとか、ね、日常的に使うものがいっぱい入ってます。完全に日曜大工の延長だよね。そうですね。ああ。あれ便利なんですよ。道具袋だよ、もう。ベルトの上にもう一個ベルトつけるって、ベルトオンベルト。そう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 。ちっちゃいケースみたいなのが大好きでした。そうか、中に怖えな、はい。でも、学ランの下なんで、パッと見は見えないんです。確かにね。でも何かあった時にはもう、あれ消しゴムどこ行ったかな、ここにあるぞって言って、あそうか、そういうことか。中2、ああ中2ね、うん、中2なんもないよ、僕利口だったから。ええ、ほんと今の方が中2だよ僕。え、今の中2病的な行為って何ですか。え、今はラブプラスにときめくな、なんか問題が。ああ、さっき僕がラブプラス見せたから失敗だったかな。もうしょうがないね、うん、オス真中だよ、一緒に帰ろうって言われたらね。てへなんて言われた日にはな、あた、うん、同じオスでもなんか大輔さんと真中だとあれも違うのかな。オスオス、ねるねるすんぞ、ならならすんぞ、そうね。と比べるとね。ね。そりゃもう。こんな雲泥の差があったか。恐ろしい。世の中にはいいオスもあった。はい、そうです。うん、そんな感じです。はい、はい、今もなお、中学校2年生みたいなもんです。はい。はい、新選組局長ハットが追加！関西人だからといって、面白い人と思うことなかれ。うん、お、これはもうそうですよ。うん、マジでか。関西人みんな面白いと思ったらダメですよ。先入観で判断しちゃダメですよ ね。みんな納豆が嫌いで、みんなタイガースが大好きで、なんかあったら道頓堀に放り込まれそうなイメージ。そうそう、あるね。そしたら大学の時会った友達が、うんうん、俺本当は大阪出身やねんけど、うん、関西弁ちょっと変やろって言われた。まあそうですよ。僕も関西いましたけど、僕の関西弁むちゃくちゃですからね。うん、でファミレスに行った時に、納豆食ってええかなって言って。そう、おとなしいんですよ。いるよ、ええ、おとなしい関西人。小声の関西人がいますよ。納豆大好きやねん。いますわ。あとみんな突っ込めると思ってるけど、突っ込み少ないっすよね、意外と、うん。そんなに。関西くんの突っ込みの仕方、うん、そういうのは良くないよ。関西弁ですら。まあ関西人も面白い人もいっぱいいますけどね。まあこれまあ曲中ハートになるといいですね。はい。何やこれ。綺麗に締められちゃった。ペンネーム、うん、三島リオさん、鈴、うん、村さんに質問です。はい、何ですか。起きたといえばド S ですが、鈴、うん、村さん自身は S と M どっちだと思いますか、うん、はいはいはい、よかったら杉田さん、坂口さんの意見も聞きたいです。いや、俺もね、大人だなと思ったのは、さっきの共通点はあってところでね、うん、ド S なとこですとかって言わないとこですよね。さすがだね。このメールが来ると読んでいる俺、みたいな。まさしく。ラジオ慣れしている俺、みたいなとこがあって。さっき、もうすごい紡いだんですけど、うん、俺はド S ですよ。おい、来た、はい、もう完全にド S ですから。ひどいですよね。そうですよ。ひどいですよ、ね、肯定しちゃったよ。いやいや、ド S だな。相手の本質を見抜いた上で、うん、その生かすために、うん、まあ、池作りの池ですけど、はいはいはい、生かすためにはどうすればいいかってことをちゃんと分析して接するというか、まあ、料理する人なので、うん、そういう意味ではいい意味で S ですよね。おー、褒められた気がする。お、褒められたのかな。いいです、いいです、いいです、サービスの S ですよ。あー。急に褒めたりさ、急に落とし込めたり何かするから分からない。どうしたらいいの？それ僕の発言が全部本音だからです。おー、本気トークですよ。そうか、じゃあ。嘘だったら全部褒めるとか、全部けなすとかの方にもありますよ。おー、かっこいいな、お前。そうですか。うん。
男は狼、生きてる限りねっていうね。なんでこれ褒め合っちゃって、照れちゃってるみたいな。はい、どうしたらいいんですか。なんか変な空気だよこれ。そう、ちょっとないわここ。いい。早く鈴村さんとちょっとラオの CM に。新しい鈴村君出してこない。ラオの CM にちょっと。ないわ。怖いもん。ここのスタジオよく来てるけど、もう初めてですね。僕もレギュラー番組ここの席ですけど、こんなドキドキするの初めて。怖い、もうほんと怖い。次行こう。友達みんなキモータなんで、珍しくその中でスポーツもできるやつがいて、結婚したんですよ。スポーツ方面で知り合った嫁だから、いわゆるその、結婚式でも、新郎には秋葉原的な趣味がございます。言い方な。その視界。抱き枕カバーみたいな膨らまして、浮き輪になるやつがあったんですよ。抱き枕の形の。それを二つ持って、こう、イエーイって、豊島園のプールで、にこやかに笑って写真が出た時の、爆笑とかじゃないんですよ。え？みたいな。何？みたいな。ちょっと引いてんすね、これ。そらな。向こうのご家族、ちょっと、動揺するよな。新郎側は、俺らで、みんなメガネで、みんなもっさりしてて。みんな暗くて。で、新婦側は、みんな美男美女なんですよ。へぇ、で、俺は、電報嫁っていうの、急に無茶ぶりが来て。新郎のご友人、杉田様は、人気アニメ、銀玉で、銀玉だって何？みたいな。恥ずかしめじゃねえか。当然知らないから。ほらね。何あれって言って。秋葉原的趣味がないからね。わかんないからね。杉田ですって言った瞬間に、まあ、向こうのその新郎サイドだけが悪盛り上がりして、キモータ特有の。で、電報も全部その格闘ゲーマーなんで、格ゲーマー特有の煽りの文章ばっかりで。最悪だ。最悪じゃん。これ読むのかよっていうね。もう空気。最低の空気でした。怖い。まあ、僕は嫁の方に、モバコインカードをですね。ネットの課金カードを、ご祝儀よりも多く包んで。これでシンデレラガールズのガチャ回せや。な。おめえの好きな新田みなみちゃん手に入れるんじゃボケ。わざわざ須崎彩にサインまでもらってす。すごいね。その時の嫁のリアクションが、急になんか目がスーってこう光が消えて、よかったですねって言って、急に夫に対して敬語になって。怖いよ。瞬間が一番面白かった。杉田君的にはな。うわぁ、怖えなぁ。いや、でも今はもう子供も生まれて、いい夫婦ですよ。よかった。それで本当、砕いてたらね、新郎側の責任になるからね。絶対俺の責任だと思って。こちらです。
銀魂は嫌だ。皆さんが思うこんな銀魂だったら絶対に見たくない、こんな銀魂なら今すぐ放送中止になっちゃうよ、そんなメッセージが届いておりますと。ではな、杉田くんと中井くんに紹介してもらいましょう。はい。はい。というわけで、まずいきますよ。ラジオネーム、シンシアさん。はい。こんな銀魂は嫌だ！クォードギアスと、ツークール交代。言っちゃうんだ、ね、作品名もう言っちゃうんだ。そうですよ。ツークール交代、じゃあ、やればいいじゃん。でもいいじゃないですか。交代したらどうなるんですかね。え？いや、どうにもならないよ。キャスを入れ替えるってどう？やめて。やめて。僕らがコードギアスやって。あ、じゃあ僕、河野くんと変わろうか。メガネつながりで。本当に。素晴らしい、素晴らしい。でも、皇帝だけは若本さんで一緒になる。そこだけはね、そこ変わんないから。一緒じゃねえかよ。そこ変わりようがないから。一緒かよ。はい、続いて、はい、お願いします。はい。ラジオネーム、生倉さんからいただきました。こんな銀魂は嫌だ！新選組の7割が、派遣社員。お、ははー。その派遣会社が相当優秀ですね。優秀なんですかね。警察にまで人材を派遣できるってことですね。そうだよ。しかもあいつらみんな一緒にカブトムシ取りに行ったりするながらさ。そうですよ。いい人材だよ。うん。いい人材だよっていうフォローもどうかと思うけど。派遣社員だからといって、その、仕事ができないわけじゃないんですよ。そうだよ。そうですよ。ある意味プロフェッショナルだからね。そうなんです。派遣社員とは思えない絆でね。そうです。素晴らしく結ばれてるわけですよ。いい話でまとまったな。行きましょう。どうぞ。ラジオネーム、チャッピーさん。こんな銀魂は嫌だ！銀さんの愛読書が、ジャンプじゃなくて、民命処方官。おわかるかな今の若い子は。わかんないです、ね。わかるかな、全部基本的に中国武術に繋がってたりするからね。そうそう。あと、人間の体で一番よく動くのは耳たぶらしいよ。ああ。この筋肉が使えるよ。なんだあれはって言ってね、シンパシーが叫んでね、あなんだライデン、いや、シンパシーって。あれメガネいねえもんな。いないですね。ファラオスフィンクスあたりになろうかな。ああ、そこですか、うん。あとは男爵 D の。大丈夫か、このトーク。ラジオネーム、いい子なんですさんからいただきました。こんな銀魂は嫌だ！小林優さんが作画チーフ。おー、いやー、そういう回があってもいいんじゃねえの？アニメ塗りすると、小林画伯の絵の味が損なわれてしまうのですね。白黒でね、あえてモノクロでいきたい。むしろそれでクレイアニメにしたりとかね、もう、クレイなのかよくわかんない、もう、ダークマターなのかどっちかわかんなくなっちゃうんですかね。いっそエンディングとしてワンクールぐらい流してみても。ね、はい、うん。